おはようございます。今日は6月1日ですね。まだ朝10時になってないところなんですけども、旭川課町内会の方にというより私の方にですね、ちょっと投書をいただきまして、初めての投書だったんで非常に嬉しいなと思います。こういうふうにね、文章でメッセージとか要望をいただくと非常に動きやすかったり、すごく具体的なんですよね。で、電話で口頭だとあれがそれがとかになってきて、でよく分からなかったりで、説明が長くなったり、挙句の果てには私がね、電話切った瞬間あれ何だったっけって、やっぱり文章化してないと忘れちゃうところがあるんですよね。ですので、本当今回はね、レターいただいて本当にありがとうございます。で、この内容はちょっとね、詳細はこの場では差し控えたいと思いますけど、概要としてはゴミステーションの鍵がなくって、ゴミが散乱しやすいことと、あと散乱しやすいゴミについてはある特定の一人がね、いつもやってるんだ、この3年間やってるのを見てきてるんだっていうことで、対応をお願いしますということだったんですよ。で、対応する点としては、一つは鍵をつけることですよね。で、もう一つは、特定の人だけが掃除をすることのないように、やっぱりこう、当番表をね、刷新してくださいってことだと思うんですよ。で、この当番表がなかったのを何年もね、見過ごしてきたのはどういうことなのかなっていうところとか、鍵がついてないのも最近ではないと思うんですよ。やっぱり数年の単位でないと思いますんで、そういうところは、町内会にご要望いただくのもね、もちろんなんですけども、なんて言いますかね、もうその地域の方でつけていただいて、事後報告でいいんで、これ鍵がないんで買いましたから、もうすみませんけど、請求お願いしますっていうことでもいいと思うんですよね。で、それからこれは私はね、会長職を離れて、一個人として申し上げますけども、やっぱりこの町を私たちお互いに使わせてもらってるんで、自分の道路じゃないところは共用スペースなんでね、それはね、誰かがやるとか、当番じゃないとできないってことじゃなくて、気がついた人がやればいいと思うんですよ。多分、このゴミステーションを掃除されてる方も、いやいややってるんじゃなくて、やっぱり地域のためにとかね、感謝とか、それから、自分がやらなくちゃみたいな、本当に押し付けられたもんでも何でもなくて、自発的にされてると思うんですよね。で、そういう姿を見たら、これ本当に私ね、会長職を離れて個人として言いますよ。個人として言うんですけども、誰かがそういうことをやってたら、あ、自分もやってあげようっていうふうに自然に思うはずなんですよ、皆さんね。で、それを、本当これ、重ねて言いますけど、個人として申し上げますけども、誰か一人がやってるなっていうところを見たら、それはこの町の仕組みが悪いんだっていう前に、町内会員だとか会員じゃないとか関係なく、一人の日本に住む個人としてね、あの人だけにやらしちゃいけないから自分もやろうかな、確かにこれやった方が自分もいいし気持ちがいいよねって、その輪が自然に広まっていけばいいんですよ。強制でもルールでも何でもなく。で、もともと私たち一人一人は綺麗な町に住みたいし、綺麗な町に住んでいただきたいって思ってると思うんですよね。で、そういうところがあると思いますんで、私もね、こう一から自分はその、会長職からこういうこと言ったらね、なんかね、全部皆さんのせいにしてるみたいに聞こえちゃうんで嫌なんですけども、でも改めてね、私も、あれ言い方、表現には気をつけないといけないと思いますけども、ちょっとね、申し上げていく部分と、あと誰よりも早く私も動いていきたいと思いますんで、実際、今ね、この投書読ませていただいてすぐに、現場の方に行きまして、鍵がないことと、で、思ったよりも周りがすごく綺麗なことを確認しました。本当にね、これ地域の方が、このゴミステーションの近くの方が、もう本当にね、多分ね、あらゆるゴミステーションの中で一番綺麗ですよ。で、ポスターとかも剥がされてますね、ちゃんと日付の過ぎたのは。これすごいなと思います。私もね、一番近くのところぐらいは、丁寧にしていかないといけないなと。逆に当番表があることによって、自分の当番のこと、時しかやらないような自分がいました。もともと私、町内会にまだ入ってない時って、引っ越してきたばっかりの時ってすぐは入れないじゃないですか。ですので、その時は家の前とかゴミステーションの周りとか自発的にやってたんですよ。やっぱりね、私ずっとマンション暮らしだったんで、マンションっていうのはみんなで協力して気がついたらやるみたいな習慣がね、広島市内の方で息づいてたんで、それをそのままこっちに持ってきて、頼まれたわけでもないし当番でもないけどやるっていうのは染みついてたんですけども、下手に当番表が回ってくると、その当番じゃない時以外はやらないみたいなね、で、やりにくいみたいなね、当てつけがましくて、そういうことも起きてきたんですけども、そういうのを抜きにして、今回ね、鍵をつけることと、それから、当番表をね、刷新することっていうのを、ちょっとやっていかないといけんなと思いましたんで、ぜひね、これはね、班長の方、該当の当番の方、ちょっと当番表をね、原案をください。そしたら原案をパリッとしたものにしてお渡ししますんで、これは協力してやっていきましょう。もしね、班長さんがやりにくかったら、ブロック長さんに依頼するとかね、
そういうこともできると思いますし、環境衛生っていう役割の方もいらっしゃいますんで、さすがにね、会長が全部作業とか何とかやると生活できませんので、私もね、今子供泣いてますけども、何もかもできませんので、そのためにいろんな役割があったりすると思うんですよ。で、私ね、今回会長職をやらせてもらってますけども、このミッションの一つとして、会長があまりにも大変すぎて、やる人がいないっていう現実が多分あると思うんですよ。押し付け合ってるみたいなね。だから会長職の仕事を、作業をどれだけ減らすかってことに挑戦していこうかと思うんですよ。で、そういう意味でもこういうふうに YouTube 動画を撮っていくと、まあ、なんですかね、動画を見れば説明を何回も聞かなくていいし、会長も何回も何回も、お宅に伺って説明しなくてもいいかなっていう部分があるんで、まあ、来年ね、会長職を当てられる方が YouTube するかどうかわかりませんけども、こういった広報っていうか、お知らせの、まあ、なんかね、やり方の一つとして、いつでも何回でも手間なく、発信者の方が一回動画を撮っていけば、ルールを知りたい方とか、状況を知りたい方は、もう自由に見れるみたいなね、形もできたらいいなと思うんですよ。できたらいいなですよ。皆さんやってくださいではないですからね。できたらいいなと、なんとなく思いながらでございます。では、今回は、こんなとこですかね。いただいたレターの内容ね、しっかりとやらせていただきますんで、お任せください。これからもよろしくお願いします。